お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒め讃えます。あなたが私たちをこの場へと導いてくださり、主の仲間に神の家族として集まり祈り会を持つことができて感謝します。寒い一日、今年の春はちょっと寒い雨が続いてますけども、私たちの体調を守り導き、こうしてこの場に集い、あなたを賛美し、御言葉を聞き、共に祈り合うことができることを感謝します。聖霊なる神様が共にあって、この場所、またこの時間を祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。聖書をお読みいたします。詩編150編、詩編150編、ハレルヤ。神の聖女で神を褒め讃えよ。道からの大空で神を褒め讃えよ。その大能の御業のゆえに神を褒め讃えよ。その優れた偉大さのゆえに神を褒め讃えよ。角笛を吹き鳴らして神を褒め讃えよ。十弦のことと盾ごとを奏でて神を褒め讃えよ。タンバリンと踊りを持って神を褒め讃えよ。小言と笛で神を褒め讃えよ。音の高いシンバルで神を褒め讃えよ。鳴り響くシンバルで神を褒め讃えよ。息のある者は皆主を褒め讃えよ。ハレルヤ。ハレルヤな人生というタイトルです。とうとうですね、詩編150編に来ました。記録を見たら、この3年前の4月1日、2020年の4月1日から、この詩編を祈り会で毎週見るようになって、途中何回か見上げてありました。つまりパンデミックが始まってからこの詩編をずっと読んできて、で、まあ、詩編150編、まあ、1年間だいたい50編、まあ、やらない時もあったんですよ。私がいない時、休みの時とか、でも約3年で、この詩編終わりに来ました。まあ、オンラインだけの祈り会もあったんで、その時はずっとオンラインでメッセージをこの詩編をやってきたんですけど、3年経ってこの詩編も終わったんだな、そういう気持ちです。で、このパンデミックも始まって3年経って、やっと終わるのかなとも思うんですが、今日日本のニュース見たら、日本では第9波がそろそろ来ると。もう一体第何波まで行くんだ、このまま10波も10波30波と、いつまで数えるのかなと思いながらヤフーニュースを朝に見てましたけども、でも確かにこのパンデミックによってこの世の中が、世界が大きく変わってしまったことは間違いありません。で、この世の中が大きく変わったっていうことは、私たちの周りも大きく変わったっていうことですよね。世の中が大きく変わったっていうことは、私たちは世の中に住んでます。私たちも大きく変わった、まあ、私たちの教会も大きく変わった。パンデミックいろんな面でそういうふうに言えるかなと思うんです。でも確かに変わったんですが、変わった中でも変わらないものってあるんです。いや、変わっ
った中でも変わってはいけないものってあるんです、世の中がどんなに変わろうと、私たちの周りがどんなに変わろうと、変わってはいけないものであるんですね。この詩編150編ですが、今読んだところ、まあ、ハレルヤで始まってハレルヤで終わるハレルヤ詩編、もう何回も見てますが、146編からずっとそういう詩編なんですね。ハレルヤで始まってハレルヤで終わるハレルヤ詩編。しかしこの詩編150編には特にハレルヤがたくさんあるんです。何回ハレルヤありますか、こんなに。ハレルヤってヘブル語で主を褒めたたえよですから、ですから主を褒めたたえよってこれ日本語で書いてあるのはもともと全部ハレルヤって書いてあるんです。これ何回あります、150編の中にハレルヤが。13回、いや最初のハレルヤと最後のハレルヤと言えると15回あるんですね。だからもともとのヘブル語聖書では15回ハレルヤっていう言葉が書いてあります。この神を褒めたたえよがハレルヤですから、だからこれ全部で15回、最初と最後のハレルヤと15回ハレルヤっていう、全部で 13? そうですか、全部で13回、失礼しました。あ、そっか、それ入れて、そうですね、はい、全部で13回、失礼しました。じゃあ、どのようにこのハレルヤが使われているかというと、一節、神の聖女で、あと、道からの大空で、つまりこれ、場所のことを言ってますね。神様が作った場所でハレルヤ、主を褒めたたえる。で、2節はどうかというと、その大能の御業のゆえに、その優れた偉大さのゆえに、つまり神様の御業、神様の働き、その偉大さのゆえにハレルヤ、主を褒めたたえる。1節は神様の作った場所、そして2節はその神様の偉大さのゆえにハレルヤ。で、3節から5節は何かというと、これは角笛とか銃弦のこと、タンバリン、シンバル、つまり楽器ですね。楽器を使ってハレルヤ。で、これ詩編ですから、もう今から3000年ぐらい前には書かれてる。3000年ぐらい前に。ですからもう3000年前から楽器があったと。つまり音楽があった、音楽がある、楽器があるということは音楽がある。本来の音楽の目的はハレルヤ。まあ音楽って音を楽しむって日本語で書きますけども、もともと漢字だから中国語から、音楽の目的はハレルヤなんですね。音を楽しむ、なんで音を楽しむかというと、そのことによって主を褒めたたえるために本来音楽はあるんだ。まあ、それが人間がその罪によって本来死を褒めたたえるための音楽から違うものになってきてしまっている、まあ、それが人間の歴史でもあります。そして最後6節、皆さんで最後6節お読みしましょう。3、はい、息のあるものは皆死を褒めたたえよハレルヤ。まあ、これハレルヤハレルヤで終わってるんですね。息のあるもの、生きているものは主を褒めたたえよハレルヤハレルヤで詩編は終わる。まあ、聖書全体を見たときにこの主というのは主イエス・キリストのことです。イエス様こそ私の主、私の神ということによって私たちの全ての罪が許されて、本当の神様との関係が回復し、主を褒めたたえることができる。今からもう500年ぐらい前にできたプロテスタントの教会 その信仰の告白、その問答書というのがあって、ウェストミンスター小距離問答というんですが、その第1問が、人の主な目的は
何ですかという質問ですね。人間の主な目的は何ですか、人間は何で生きてるんですか、何のために生きてるんですかというのが最初の第1番目の問い。ある人は人間は何のために生きるのか、お金ですとかですね、あるいはやりたいことをやるために生きてますとか、ある人は健康で長生きすることです、そのために生きてます。でも聖書は何て言うのか、人間の主な目的はないか、永遠に神を喜び神の栄光を表すことだ。人間の主な目的は永遠に神を喜ぶこと、永遠に神の栄光を表すこと、それこそ神様が人間を作った目的である。神様は何のために人間を作ったのか、何のために私たちはこの地上に生まれ、何のために生きているのか、それは私たちを作り、そして生かし作ってくださる神様を喜ぶため、神様の栄光を表すため、つまり主を褒めたたえるために生きている。生まれながらの罪によってその神様を知らず主から離れていた私たち、でも主の憐れみによってイエスキリストを信じて全ての罪が許されて、神の家族の一員とされ、天の御国に至る永遠の命の祝福が与えられている。ですから私たちが生きる目的はこの主を喜び主の栄光を表すため、主を褒めたたえるため、ハレルヤな人生が人間の生きる目的なんだ、聖書は言います。じゃあどうやって神を喜ぶのか、どうやって神の栄光を表すのか、どうやってハレルヤな人生を歩むのか、礼拝することですね。神様を礼拝すること、神様を礼拝することこそ神を喜び神の栄光を表すことなんです。これよく言われること、まあ、話し合えることなんですが、教会の活動の中で礼拝と伝道のどっちが大切ですかっていう話がありますね。まあ、教会の中にいろんな活動があります。礼拝がある、伝道がある、奉仕がある、交わりがある、バイブルスタディ、教育があると。じゃあその礼拝と伝道、礼拝と伝道の中で、礼拝と伝道、この2つを考えるときにどっちが大切ですか、教会にとって。礼拝の方が大切なのか、あるいは伝道する方が大切なのか、教会の活動の中でどっちの方が大切なのか、そう話し合うことがあります。はっきり言えることですけども、礼拝が教会の命ですね。礼拝がなくなったら教会なくなります。どんなに伝道してても、どんなに奉仕してても、どんなに交わりがあっても、どんなにバイブルスタディをしていても、その教会で礼拝をストップしたらこの教会クローズしましたということになるんです。だから礼拝こそが教会の命なんですね。いくら伝道してても礼拝をやめてしまったらもうその教会クローズになった、そういうことになるんですよ。そうですよね。どんなに交わりがあってもね、どんなにバイブルスタディ人がやってても礼拝やめちゃったらその教会クローズした、そういうふうになります。ですから礼拝は教会の命です。でも誰が礼拝するんでしょう。クリスチャンが礼拝するんですよね。クリスチャンが礼拝する。未信者は礼拝できません、本当の意味で。クリスチャンになった人が礼拝するんです。じゃあクリスチャンにならなければ礼拝できないんです、本当の意味で。つまり人が救われなければ礼拝できないんです。そうですよね。人が救われなければ礼拝できない。じゃあどうやってクリスチャンになるのか、どうやって人は救えるのか、
伝道しなければ救われません。ですから私たち教会は今からですね、もう伝道、礼拝が大事だから礼拝だけして伝道やりましょうって言って、例えば100年経ったら教会なくなります。礼拝いくら続けても全く伝道しなければ100年後にはこの業界ありません。つまり誰も救われないわけです。いや、50年経ってもちょっと何人か大丈夫、経営は大丈夫ですね。でも多分全く伝道の業界しなくてですね、誰も救われてなかったら50年経ったらなくなってると思います。うん、いくら礼拝一生懸命やってもということは、伝道して救われる人が起こらないと礼拝する人がいなくなる。礼拝する人がいなくなるということは教会はなくなる。礼拝こそが教会の命です。でもその命ができるためには伝道しなければ新しい命は生まれません。毎年ですね、この時期になると、日本の同盟教団から、1年間 の、 この実情報告っていうのが送られてくる。過去1年間日本の全国の同盟の教会、そして、唯一海外にあるこの同盟の教会、私たち教会ですね、強制財務報告書と強制だけじゃなくて財務も入ってる。つまり献金がどれだけ入って、どういうふうに使われたのか全部ここにあるんですね。で、今ですね、同盟いくつ教会あるかというと246あります。日本国内に245あって、海外にここだけ246ある。で、これ本当に、まあ、最近毎年そうなんですけども、ちょっと皆さんから見にくいんですが、もう受選者数年度別グラフってのがあって、もうガン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 と落ちてるんですね。去年1年間の日本全国の同盟の受選者数165人でした。246教会あって146人です、2022年は。ちなみに2021年は190人でした。まあ、これはっきり言ってコロナです。コロナでも多くの教会が、未だにオンラインだけとかね、まだでもあるかな、未だにオンラインだけ、ありますよね、未だにオンラインだけとか日本の場合。で、当然そうするとオンラインだけじゃ救われる人、洗礼受ける人難しいですよね、集まれてないわけだから。しかも、まあ、このグラフだけでは2004年、このグラフが始まっているのが2004年なんですが、2004年、1年間の洗礼を受けた人の数、400人です。400人、2004年。その時の方が教会数少なかったです、同盟は。2004年と比べて。約20年、18年経って教会数が増えているのに、400人いたのが、165人ですよ。もう年々のようにだん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 少なくなってくる。ですから、もうコロナ前から、パンデミック前から受選者数が減ってきたんです。それがもうパンデミックによってさらにガンガンガンと減ってきた。これどうなっていくのかと思います。で、厳重倍産アクティブメンバーの数ももう減ってきてます。去年は9742人、このグラフの中では一番多かったのは2012年の9874で、これ礼拝出席者出てないんですが、礼拝出席者もかなり減っていると思います。私が見ても20年前に200人ぐらいいた教会が5、60人になってたとか、500人ぐらいいた教会が300人ぐらいいましたとか、もう軒並み下がってます、礼拝出席者数が。つまりそれだけ受選者数が下がれば礼拝出てくる人も少なくなるし、メンバーも少なくなってくる。去年1年間で洗礼を受けたうちの教会10人でした。これ実は同盟教団の中で一番多いんです。
2番目に多い教会が2つか3つで6人でした。これ皆さん誤解してください。やったー1番って言ってるんじゃないですよこれ悲しいことです。で去年2021年はうちの教会1年間で8人でした。で実はこれもトップでした。でもそれは 他にも8人っていう教会が3つか4つぐらい。でも去年は単独1位、もう10人だけで、もうどん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 減ってきてるんですよ。でこれどん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 減ってくるということは、どん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 教会の人数が増えてくる、どん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 閉鎖する教会が多くなってくる。礼拝がもちろん教会の命なんですけども、伝道して救われる人がいなければ教会なんだろうです。で、ある人たちはこういうふうに考える。いや、うちの教会洗礼者が多いのは海外の日本人教会だからでしょう。日本国内じゃなくて海外にあるからでしょう。で、これ Yes and No です。確かに僕自身も実感して分かるのは、海外にいる方が日本人は救われやすいです。教会にも来やすい。もう毎週の教会もほぼ毎週来ますよ。新しい人もう午前まで来ることだったけど、もう必ず毎週。もうそんな教会日本で、日本の同盟でまずないと思います。毎週信頼者で新しい人が来るっていうことは、やっぱりその中から救われる人も起こされる。だから確かに海外の方が日本人は教会に行きやすいし、イエスの信じて救われやすいです。でも一方で海外だから救われやすいとも言えないです。私たちここに来た約20年前、バンクーバーこの地域で12日本人教会ありました。今集まって礼拝している教会4つだけです。これだけ少なくなっている。だから他の教会も救われる人が起こされていれば12から4に減ってません。絶対に海外の日本人教会でも人が集まって救われ洗礼受ける人が起こされていればなくなりません。絶対に。だから海外だから確かに救われやすい要素はあるかもしれないけども、でもそうだけどないんですね。礼拝こそが教会の命。でも伝道して救われる人が与えられなければ誰もハレルヤとは言えない。主を褒めたたえることもできない。ですから礼拝も伝道も同じように大切です。どちらかをより大切にしようとするとバランス欠くと思います。で結局救われる人は起こさなくなってくるし、教会はどん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 小さくなる。やってくるんですね。キリスト教の2000年の歴史がそれを物語っていると思います。この詩編ですけども、まあ、150編はハレルヤで始まって、ハレルヤ、主を褒めたたえよう。詩編の一番最初の言葉、詩編1編1節、幸いなことよです。幸いなこと、幸いなことよで始まってハレルヤで、何が幸いなことでしょう。主イエスキリストを信じて全ての罪を許され、神の子供となれ永遠の命、それこそが本当に幸いなこと。そしてその人が主を褒めたたえるハレルヤな人生になる。これこそですね、どんなに世の中が変わっても変わらないもの。いや、私たちの周りが変わっても変わってはいけないものです。主を信じて救われることこそが幸いなこと。そして救われた者は主を褒めたたえ、ハレルヤの人生に入る。米澤幸也君のメモリアルが土曜日に行われて、教会にもたくさんの人、特にクリスチャンでない人がたくさん集まってくださいました。まあ、そういう方々にこう福音を届けばいいなと思いますけども、本当にびっくりしたのはですね、
オンラインで配信されましたが、今の時点でですね、もう1500人近く見てる、オンラインのサチヤ君のメガエルサービスを。うちの教会の礼拝のオンライン、大体100、150人ぐらい、それでも結構多いと思うんですけども、150人ぐらいですけども、その10倍の人が、1500人ぐらいの人が、サチヤ君のメモリアサービスを見てるんですね。おそらく 90% 以上はノンクリスチャンでしょう。90% 以上の人がサチヤ君のメモリアサービスを見て、全部見てるかどうかわからないし、どこまで、ね、聞いてるかわかりませんけども、でも少なくともそういうことを通しても救いました、ね。メモリアルサービスって何かというと礼拝ですね。キリスト教の冠婚葬祭は礼拝です。主を礼拝するために結婚式にするし、主を礼拝するために葬儀にするし、メモリアルサービスもします。ですから、サチヤ君のメモリアルサービスも、あれは主を礼拝する。それがメモリアルサービス。でもそこに伝道もある。福音を伝えることができるし。それこそ私たちの生きる目的です。主を信じて、救われることを喜び、主の栄光を表す、主を褒めたたえる人生、晴れるような人生、そのことを覚えましょう。お祈りします。ハレルヤ、息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。神様、あなたは私たちをあなたのご計画の中でこの地上に与え、今日も生かしてくださっています。あなた方は飲むにも食べるにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさい、パウロは言いましたけども、私たちは主を信じて全ての罪が許され、神の子供、神の家族のうちに死んでも生きる永遠の命が今日も与えられていることを心から感謝します。この詩編もパンデミックが始まってからずっと見てきましたけども、幸いなことよで始まりハレルヤで終わる詩編を見るときに、本当に私たちがイエス様を信じてどんなに幸いなことか、このパンデミックを通して世の中が大きく変わっても私たちには変わらないもの、いや変わってはいけないものがあるということ、それこそ主を褒めたたえる、この主を信じて救われる素晴らしい人生があるということを改めてこの詩編を通しても教えられますから感謝です。どうかさらにこの世の中は不安定なことがこれからあるのかもしれませんけども、その中にあって決して変わることのない主を信じ、また主を褒めたい、主を礼拝する人生、また主の御言葉を述べ伝える働きがなされてきますように、そしてその中で伝道があり、奉仕があり、交わりがあり、教育があり、このキリストの体である教会の活動をあなたが祝福してください。世界中の教会もこのパンデミックのために大きな影響を受けて、多くの教会が、そこからたくさん人が去り、また伝道が進まず、小さくなり、クローズし、そういう教会がこのバンクーバーにもあるいは日本にもたくさんあるということを聞いています。神様、どうか一つ一つの教会をあなたが憐れんでください。世の光、地の塩として用いてください。それぞれの群れが主を褒めたたえることができるように、主の福音を述べ伝えることができるように、この暗闇の時代になって、あなたがキリストの教会を立て上げられていますから、人の子は失われた人を探して救うために来たのですとイエス様ご自身がそう言われていますから、そのことをなすことができるように、今からの祈りの時もしばしばして導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。お祈りの時、全体のお祈りの課題をいくつか分かち合います。今度の日曜日ですが、転入式、小林愛美姉妹の転入式、日本の教会からこちらの教会にメンバーシップを移すということ、転入式が、私たち夫婦は来週月曜日から休暇に入ります。
全体は以上ですかね。あと個人的なところをいきますけども。